宇宙列、ベータ2発、銀河系は死の影に覆われた。徹底した破壊と殺戮をもって、恐怖の皇帝ゼム率いる優勢帝国が全銀河の支配を開始したのである。中でもゼムに忠誠を誓う7人の戦士の戦いは凄まじい。彼らの艦要塞中の圧倒的な力の前に全銀河は屈服しようとしていた。 だが。 ドクター・ルルが最終兵器の設計図を持って逃亡しました。 なぜないぞ。 ルノアが後を追っております。 今戻れば、皇帝陛下も許してくださる。目を覚ましてニースさん、ゼムのやっていることをよく見て、お願い。何を言っている。皇帝ゼムを裏切るつもりか。何し。時に西暦1945年、 第二次世界大戦後の日本。それは地球の運命を決する出会いであった。 日本の天才科学者藤島博士の協力を得たルルが、ゼムの野望を打ち破る最終兵器ゼロイガーの完成を急いだ。だが動力臨界突破、危ない。制御不能。設計は完璧なはずだ。地球製の部品では限界があります。 この機体もまた不完全で非常に危険なものになってしまいました。やはり誰にも乗りこなすことはできないと思います。しかし彼なら。
あるいは半年後、無人島の秘密基地に一人のパイロットが帰ってきた。ゴーさん、ゴーさん！日高ゴーを待っていたのは兄弟のように育った少女さくらと藤島ルルによって作られた改造ゼロ戦雷鳴だった。そしてゼロイガーの完成を待っていたかのように彼らはやってきた。射出機固定完了、発進準備よし。ゴーは再び戦いの空へ戻っていった。ルル、この星にいるのは分かっている。戻ってくるのだ。兄さんがここまで。雷鳴が光線状態に入りました。博士、待ってください。私には責任があります。一緒に乗せてください。博士、ルル君、地球には君が必要なのか。ジシマは完成したばかりのゼロイガーを抱いて飛び立った。ゴーの元へ届けるために。フジに一体何があるんだ。でかくなったって
このドラウの敵じゃねえぜ。日本海溝で要塞銃が作戦を開始したわ。急いで。海へ引きずり込んで海の藻くずにしてやる。ゼロイガーの能力を引き出せば海中でも絶大なパワーを発揮できるはずよ。
隊にこれほどの攻撃力があるとは。妖怪力撃破。素晴らしいわ、ゴー。予測された値をはるかに超えるパワーよ。ああ、俺にも信じられない。あなたとゴーは兄弟のように育ったと聞きました。射出台を格納しよう。でも私と兄さんとは倒さなければならない敵同士。ゴー、そのまままっすぐ上へ向かって。上空に帝国軍が。了解。ゼロイガーシステムなのか。ならば試させてもらおう。何？というエネルギーだ。作戦を練り直す必要がありそうだな。何者だ。不細工なメカだね。私の嫌いなタイプだよ。だったらどうする。気に入らないから死んでもらうよ。
郷さんをお守りください。大気圏離脱15秒前加速中。角度速度ともに異常なし。6 5 4 3 2。地球なのか。すごい数の戦闘機だわ。いよいよ帝国も本気のようね。何が来ようと戦うだけだ。ゴー、衛星方向に巨大な要塞銃が。了解、月へ向かう。帝国も本気のようね。何が来ようと戦うだけだ。ゴー、衛星方向に巨大な要塞銃が。了解、月へ向かう。戦闘機だわ。いよいよ帝国も本気のようね。何が来ようと戦うだけだ。ゴー、衛星方向に巨大な要塞銃が。了解、月へ向かう。Come on.
のガバックのパワーは今までのやつとは違うぞ。月面に帝国のエネルギー反応。この様子だと大規模な前線基地ができてるはずよ。こんな短時間に。基地には必ず反応炉があります。それを叩かないと大変なことになるわ。了解。
んだってな。いそいそ、強いやつほど殺しがいがある。たかが一機の要塞銃に手こずるとは、まさか手加減しているわけではあるまい。私は皇帝ゼムに忠誠を誓った身です。ドクター・ルルもかつてはそうだったはずだ。なのにどうだ、お前の妹は今や裏切り者ではないか。もはやルルとは兄でも妹でもありません。それでこそ裏切り者の兄弟よ。そのちょうど急戦艦、要塞銃ラキーネの戦闘力は他の要塞銃とは比較にならないわ。気をつけて、ゴは、たった一人で皇帝に歯向かおうというのか。兄さん、やめて。私たちが戦う必要なんてどこにもないわ。行くぞ。
ワーが上がらない。ルーベルは勝てないわ。まさかルル、私のルーベルに手を加えていたのか。逃げて兄さん。くそ、これでは戦えん。待て、ゴン、お願い追わないで。ルル、私が出ることになるとは役立たずどもめ。だが私は奴らのような下級兵士とは違うぞ。システムとはこれほどまでに。残るはゼム。ゼムさえ倒せば。でも。私が変わろう。お父さん、寝てなくちゃダメよ。ゴー君、聞こえるか。博士、ゼロイガーの全出力を解放すればそこを突破できる。危険すぎます。ゼロイガーが耐えられないかも。構わない。ここまで来て諦めるわけにはいかない。やってみます。わかった。それが起動装置だ。行きます。ゼムのいる場所はもっと奥よ。警備システムに気をつけて。
これが最後だ、ゼロイガー。また貴様か、そこをどけ。それはできぬ相談だ。貴様が皇帝ゼム、ここまで要塞銃を届けてくれて礼を言うよ。こいつは要塞銃などではない。どうだ、私の配下になる気はないか。その力殺すには惜しいし。ふざけるな。うわは倒せんの。貴奴は不死身か。さあ来い、戦え、戦うのだ。
We'll be right back.
まだゼムの反応は消えていないわ。己地球人め、生かしては帰れた。貴様裏切ったな。あれはゼロイガーのパイロットよ。名はゴーと言ったな。この声は兄さん、兄さんなの。生きていたの兄さん。よく聞け、ゴー。この星の動力炉を破壊させるのだ。ゼムの正体はこの星のエネルギーそのものだ。うもー、死ねOh!